ビブロス・モジットは、ビブロスで見つかった銃の名文によって知られるようになった未解読の文字体系である。名文は、聖堂版やヘラの上に刻まれ、石に彫られている。それらは、モーリス・デューナンが1928年から1932年にかけて発掘し、1945年に彼の研究論文、バイブリア・グラマタで出版された。従来、名文の年代は、 紀元前2000年期と測定されている。ビブロス文字は通常右から左に書かれるこの区切りは滅多に使われない。基地の銃の名文には発見順に A から J までの名前が付けられている。ビブロス文字とは独立の文字も斧や土器など各種の他の発掘品から見つかっている。表側にフェニキア文字があり、裏側に ビブロス文字の名文の痕跡があるヘラも知られている。このヘラのフェニキア文字は年代が紀元前10世紀であると測定されており、ビブロス文字は通常仮定されているよりも長く使われ、続けた可能性があると示唆している。ビブロス文字と後のフェニキア文字の中間に見える文字が刻まれた石碑の一部もビブロスで見つかっている。21文字が見えている。そのほとんどは、 ビブロス文字とフェニキア文字の両方に共通だが、残り少数の記号は、ビブロス文字か、フェニキア文字のどちらかである。上記の表の各マス目は、記号、デュナンのコード番号、出現頻度、およびタブレット、ヘラ、石碑のいずれに使われていたかを示している。異なる、マス目の記号は、実際には一つの記号の遺体であるかもしれない。例えば、戦闘業の記号 h g および e 1にはおそらく同じ記号である。10の主要なビブロス文字の名文は合わせて1046の文字を含んでいるが、記号の数、すなわち異なる文字の数は、デュナンによれば114種類である。ガルビには、後者の数は2つの理由からおそらく大きすぎると注釈した。第一に、デュナンの記号一覧は大きく損傷した文字を含んでおり、それが、本当に、 新しい記号なのかどうか断言できない。第二に、例えば石碑のモニュメンタルスタイルとヘラや石板のリニアスタイルの間に明らかな遺体人が存在する。これらの遺体字を考慮に入れると記号の総数は減少する。ガルビには記号の実際の数はおよそ90種類と見積もっている。この数字は文字体系が 各文字を音節として発音する音節文字であることを示唆している。もし子音の数が22から28の間であり、母音の数が3から6であったなら、必要とされる記号の総数は322イコール66から628イコール168の間となり、およそ妥当な見積もりとなる。いくつかの記号、例えばは、通常のエジプトヒエログリフを修正したもののように、見えるが、 他の多くはそうではない。ホックは多くの記号はヒエログリフから直接ではなく、むしろエジプト公国のヒエラティックから派生したようであると指摘している。早ければ、紀元前2600年頃からエジプト人はビブロスで強い影響を与えたことが知られている。ビブロスはレバノン杉のエジプトへの主要な輸出港であったため、無視できない数のエジプト商人の共同体がビブロスに 存在した。このように、音節文字はおそらく、エジプトヒエログリフを見たことのあるビブロスの誰かによって、考案され、隣接するウガリトデス世紀後に複雑な赤ドもの、設計文字より使用の簡単な設計文字アルファベットが、考案されたのと全く同様に、ビブロスの現地語によりうまく適応できる新しい、音節文字を構成するための一例として自由に、使われた。かなり多数の記号が、 後のフェニキア文字に類似している。これは後者が何らかの形で音節文字から派生したことを示唆している。したがって名文はエジプトヒエログリフとハラカナン文字から派生した後のセム系文字との間の重要なつながりとなる可能性を秘めている。コールラスは子孫の原カナン文字やフェニキア文字との深い関係を強調している。一般に名文のコーパスが あまりに小さすぎるため、文章の内部的な解析の基盤となる体系的な解読はできないと考えられている。デュナンが名文を出版した1年後の1946年には、すでに解読したという主張が、パリ在住の名高い東洋学者でありかつての暗号解読家であるエドワード・ドルムによってなされた。彼は、制度版の一つの理面に刻まれた名文が、現代の数字。 111111 11 11と非常によく似た7つのほとんど同じ山形模様の行で終わる非常に短い名文である点に注目した。彼はこれが数字であると仮定し、理面の名文は名文全体の年代を含んでいると推測した。7つの1記号の直前にあるのは4つの異なる記号からなる。損傷しているが、識別可能な最初の記号と一番左の記号は、 それぞれ語のフェニキア文字の B と T に似ている。現在、ドルムは語全体をフェニキア語の BNT 年にであると解釈している。これが彼に4つの記号すべての発音を突き止めさせた。彼はこれらを名文の残り全体で置き換え、それによってさらに多くのフェニキア語の単語として認識可能な部分を探し、より多くの記号の読みを突き止めた。 最後に彼は75種類の記号の転写を提案した。ハーベイ・ソベルマンは各種記号の音波を見つけようとはしなかったが、代わりに言語学的技法を使うことにより単語協会の判定と文法的なパターンの発見を試みた。ダニエルズはこれらの文章に関する今後の研究はすべてソベルマンの成果を考慮に入れるべきであると判定した。マラカイ・マーティンは 各種の記号を27種類のクラスに分類した。彼は解読結果の第一部を出版した後、続編を決して出版しなかった。1985年、ミシガン大学のジョージ・ E ・メンデンホールは、新しい翻訳の試みを出版した。メンデンホールは、後のフェニキア文字にも現れる多くの記号があるの音歌を持つと仮定した。例えば、フェニキア文字では、 音歌 G を持つ記号は音歌がを持つと仮定された。上エ,エジプトの O を意味するエジプトヒエログリフのに似た記号はマルケと解釈され発音ミュが与えられた。後者の例はメンデンホールがトーン法の原理を広く使って音節記号の音歌はその記号が描く事物を指す単語の最初の発音と同じであると仮定したことを示している。メンデンホールは ビブロス文字で書かれた言語は、北西セム語群と南セム語群に分かれる前の非常に早期のセム語群であると考えた。彼は文章を早ければ、紀元前2400年のものであると測定した。メンデンホールによって提案された翻訳はしばしば謎めいている。メンデンホールの解釈によると、上記で参照した7つの一記号がある文章は、翻訳に関するものであり。 記号は7人の証人の署名である。ありがとうございます。